潜水を研究に利用しているとお伺いしましたが、潜水が研究にどのように活かされているのか教えてください。海藻類の研究をしていて、海藻類は、なんですか、深さによっていろいろ住んでいる海藻が違うので、それを見に行くために潜水を使ってます。例えば自分たちは海藻の生えている様子、どのように生えているかっていうのを見ているので、現場で潜りに行って、そこで、ホッケー枠っていう枠を使って、海藻がどれだけ生えているか調べたり、海藻と、例えば動物の関係で、どれだけ、海藻を食べる動物がいたりとか、あと、海藻が最近減ってきてしまっているので、特にそれは、食べる動物が活発になってきているっていうのもあるので、その動物を駆除したりとか、まあ、潜水活動を使って、まあ、いろいろな研究をしてます。動物を駆除してるってお話ししてたと思うんですけど、そっちの方がむしろ生態系的に豊かっていうことですか？まあ、自分たちやっぱ水産を研究してるので、特に昆布、海藻では昆布を、主に生産されていて、その収穫量も取らなきゃいけないので、で、まあ、昆布があった方が豊かな生態系が作られるので、海藻類っていうのは、すべての生物の基盤になるような、生き物なので、それを食べてしまう動物たちが最近ちょっと過剰に増えたりしている場合も見られるので、例えば北海道近辺だと、まあ、ウニとか、あとは南の方だと魚が、ちょっと海藻を食べる魚が増えたりしているので、まあ、それを元のバランスの状態に戻すっていう作業をしたりしています。例えば北海道近辺の場合は、まあ、台風が最近近づいたりとか、大きな湿気があったりして、まあ、海藻と、そのウニが、もともとバランスの取れた状態で生活していた状態から、まあ、海藻だけがなくなってしまうイベントがあって、その後、動物が増えるようなサイクルが続いている場所が、結構あるので、そういうとこは人為的に、その、食べる動物をちょっと少し減らして、海藻、を回復するサイクル、海藻が回復するサイクルに戻してあげるっていうような作業が、必要で。なるでほもど。一方、南の方になると、最近ちょっと水温が上昇、海水温の上昇に伴って、特に南の方で、海藻を食べる動物っていうのはもともと多いので、サンゴ礁の近辺とか。そういうような動物が少しずつ上昇して、特に海藻を食べる動物、魚類は、あったかい水温が好きなので、活発になっているので、それを何とかして、まあ、減らさなきゃいけないっていうような状態です。1年でどれ、何日ぐらい海に行きますか？月に2回海に行って、1回の作業時間が、潜水ボンベ2本で、それぞれ1時間半ずつ潜ってます。冬に雪が降っている時でも潜ってます。冬はドライスーツでもやっぱり寒いですか？あ、でもまあもちろん寒いですけど、それなりに防寒するので、まあなんとかなってます。海藻にも、色変化みたいなものってあるんですか？海藻はもちろん色変化があって、特に海藻類は春先にたくさんいろんな種類が生えて、で、だんだん夏を、に向けて減っていって、秋が一番少ないっていうような感じで一番少ないの冬じゃないんですね。す。冬は芽生えの時期で、それがまあ春に向けて大きくなっている。例えばこれが、この間潜った時の様子で、まあこれが潜って調査して、一緒に調査している学生で、で、これは岩盤の上に昆布が生えてるんですけど、ウニが、この左方向から右に進んでいます。これ食べながら進んでいくんで、ウニが進んだ後ろ部分はのっぺらぼうになってて、まあ、この昆布たちをめがけてウニが動いてるっていうような、そういうような写真です。はい。本当に跡形もなく食い尽くしてしまうんですね。まあ、そんなような、はい、イメージで。昆布とかの根っこにはい。相当する部分って、岩はい。盤の表面にくっついてるのか、それとも、木の根っこみたいに中まで伸長しているのか。
そうな中んまでですはか。入らないです。根っこに、岩盤の表面にくっついてるだけです。だから食べられちゃうんですね。っていうのと、あと、昆布は成長する部分が、茎と葉っぱの間にあるので、根っこだけ残っても、復活っていうか回復できないというような生態があります。実際にその潜水調査を行ってて、なんか一番興味深いというか楽しかったみたいな、なんか印象的なエピソードっていうか、そういう経験みたいなところあったら教えていただきたいなと思います。例えば自分たちがやっている調査だと、海藻を復活させる海藻を増やすっていう作業をしているので、それが目に見えて成果に出るとかなり嬉しいという思いがあります。卒業研究を始めた時から自分は潜水で研究をしていて、で、その時は静岡県で潜ってて、とある場所で、ウニだらけの場所で、地道にウニを潰して、アントクメっていう昆布の仲間が、まあ、狙った通りに生えてきたときは嬉しかったです。回復作業って、どれぐらいの時間、その時はどれぐらいの時間がかかって、またどうやって、動物の駆除だけなのか、それともなんかその種的なものを植えて流れないようにしたみたいな、とか。はい。その時は動物を駆除しただけで、で、駆除と言っても、まあ、毎月潜って、8ヶ月ぐらいは、まあ、毎月潜って、で、それで、その時、ある場所に入ってきたウニを駆除して、で、ウニがいない状態を保って、その結果、昆布が生えてきました。藻場を囲うだけでは、ウニ取っ払えないというか、ダメなんですか？いや、囲ったら大丈夫なんですけど、囲う作業っていうのも大変で、で、というか、そもそも潜水作業っていうのがかなり大変というか、すごく想像以上に大変な作業で、陸上で多分数分で終わるような作業が海の中では数十分かかります。なので、まあ、囲う作業も大変だったので、まあ、その時は駆除だけしました。駆除したウニは、はい。処分になるんですか？そのウニは食用ではないウニだったので、そのまま海の中で、真っ二つにして、魚の餌にしました。実際にその海藻の回復度合いのなんか確かめ方みたいのは、なんか区画を決めて、なんか調査みたいな感じになるんですか？そうです。海藻類って覆ってる度合いで緯度っていうような値で調査することが多いんですけど、まあ、生えてる本数もあるんですけど、どっちかが使われるんですけど、まあ、それで、私の場合は、まあ、とある基質を覆ってる状態で、調べて、最初はゼロでウニがたくさんいたところ、ウニを潰して海藻類を増やしたというか、覆ってる度合いを増やしたという結果が得られました。まあ、ゼロから100%。に変わったっていう。はい。海藻を始めたきっかけって何ですか？海藻を始めたきっかけは、海藻類って、まあ、自分たちが想像している以上な、ものすごいわけのわからない不思議な生態を持っているので、まあ、そこに惹かれて、私は海藻の研究を始めました。北先生の研究室では、海藻の生態とか、藻場の回復以外のことをやってることありますか？あります。海藻の生態に加えて分類だったり、あと進化だったり、そんなようなことも、研究してまなるす。ほど。高校生や大学1年生に向けてメッセージを教えてください。結構潜水ってネガティブっていう印象で自分は言うようにしてて、特に調査研究に使う潜水に関しては。すごくリスクがあるので、舐めてかかるなっていうことで やってるんですけど、いや、本当実はすごくリスクがあって、舐めてかかると死ぬよっていうことをよくうちの学生にも言ってるんですけど、まあ、潜水っていう特殊な技能を、まあ、得ると、潜水でしか見られない景色とか、海の中に、で、に潜ったからこそ味わえる、環境の、様子だったり、例えば水温が冷たいとか、
こんな光が入ってるとか、こんな動物に囲まれて住んでるんだっていうのを、まあ見ることができたり、例えば魚の行動だって見ることができたりするので、結構魅力的な手法だと思うので、ぜひ興味がある人は、潜水実習を取っていただけるといいかなと思います。秋田先生がなんか目指してるものっていうか、研究を通してなんかこうなればいいなって思ってることを教えてほしい。なんかその楽しいから続けてるっていう、本音があって。で、何かをこう変えたいっていう、特にそういう目指してるものもないっていう本音があって、今に、世界中で、まあ、日本を含めて海藻がかなり減ってきてしまっています。で、海藻は、まあ、沿岸域の生物多様性を支える重要な生物だったり、空気中の、まあ、今、すごく多く問題になっている炭素を固定する生物だったりと、我々の、生活を陰で支えている役目なので、まあ、その海藻たちが、まあ、増えるような世の中になるために日々研究に挑んでます。潜る水深とその場所にもまあよるんですけど、水深が深い場合は、まあ、何分潜って、で、それで、窒素が溜まるので、圧力が高くて、その窒素抜きをどこで行うかっていうのを考えなきゃいけないんですけど、まあ自分たち海藻でそんなに深いところにあった、10メートルより浅いところに潜るので、ほとんど深さによる障害はあまりないんですけど、特に重要なのが天気で、風向きがどっちから何メートル吹いて、どの向きから吹いて、で、そこでどれだけくらいの波が想定されるであろうっていうことを確認していることに加えて、毎回二人組のバディで潜ってるんですが、それぞれどの作業をして、どのタイミングで上がるか、それで、まあ、作業時間はこれくらいだっていうことを、絶対に話し合うようにしてます。っていうのは、潜水してしまうと喋ることができないので、まあ、必ず事前の入念な打ち合わせは大切です。